背中の肉は気になるし、胸は垂れる、首も凝るし、猫背は治らん。一個でも当てはまった人は今回うつ伏せで一緒に治していきましょう。スマホ前に置いてやってください。うつ伏せになったら肘を交互に回していきましょう。大きくゆっくり後ろに回してください。スマホ見ながら一緒に真似してくださいね。